そくぐら屋へ。お待ちしてます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どのようなご用でしょう。また来てくださいね。いらっしゃいませ。また来てくださいね。相沢、ここにいたか。時坂に柊木さん、いろいろあってな。とにかく無事でよかったぜ。ええ、どうやら大事に至らずに済んだみたいね。ん、ま、気にしないでくれ。それよりお前、退部届を出しちまったんだってな。あんたには関係ないでしょ。まあそうだな。俺も中学で部活を辞めた口だし、辞めるのは個人の勝手だろ。けどな、空手部の連中は心配してたぞ。部長さんも、もちろん空もな。もう疲れたのよ。これ以上惨めな思いをしたくないの。あの子が、空が入ってきて最初は本当に嬉しかったわ。あれだけ有望な後輩、どこまで伸びるか楽しみだった。何よりも先輩としてひたむきなあの子の手本になれることが誇らしかった。でもある時、練習の最中に気づいてしまった。瞬発力にパワー、体幹の強さにバランス感覚、古流の空手で磨いたらしい技のキレや格闘センスそのもの。あの子が私とは次元の違う本物の天才だってことに。今はギリギリ私が上だけど、すぐあっという間に追い抜かれる。
それに気づいてからあの子に笑顔を返せなくなって、空への真っ黒な気持ちを抑えられなくなっちゃって、可愛かったはずの後輩に辛く当たってしまうようになって、そうしたらそんな自分にますます嫌気がさしてきちゃって。相沢、ほんと情けないよね。小さい頃から迷いなくひたすら空手に打ち込んできたつもりだったけど、才能の差を見せつけられたくらいでこんなにも心を乱しちゃって。いや、俺も少しは分かるような気がするぜ。5年以上前になるか、じいさんの道場で空と一緒に稽古をしてた時のことだ。外見こそガキそのものだったが、心から楽しそうにただまっすぐに稽古に打ち込んでてな、子供心に眩しいって思ったもんだぜ。その後俺は中学くらいにじいさんの道場に行かなくなったが、今考えりゃあの時の空みたいに心から楽しんで武術に取り組める才能がないって気づいたのが理由の一つだったかもしれねえ。そう思ってな。そっか。でもよ、別にそれでもいいんじゃねえか。え？